ウクライナ軍が奪還を目指す南部ヘルソン州の州都ヘルソン市においては、2022年10月27日までに、ウクライナ軍が東側からと、ドニプロ川ドニエプル川沿いに北側の2方面から攻撃する形で迫っていると見られているよ。ウクライナ軍の反攻に対して、ロシア軍はドニプロ川西岸からの撤退を検討する動きを見せているんでしょ？ああ、現に司令部はすでにドニプロ川を渡って東岸に退却して、ザポリージャ州のメリトポリまで後退したと言われているほか、ヘルソン市とドニプロ川東岸を結ぶアントニフスキー橋が通行不能であるために、橋家をつなぎ合わせたフェリーで部隊の退却を急いでいるというぜ。そうだね。さて今回は、ロシア軍がヘルソンに増援を送っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロイター通信や CNN などの西側メディアがウクライナ高官からの話として、ロシア軍がヘルソン市に新たな部隊を増援として投入したことを報じているよ。これはウクライナ国防省情報総局トップのブダノフ氏が、ウクライナのニュースメディアのウクライナプラウダの取材に対して答えたとされている情報で、それによると、ロシアはヘルソン市から負傷者や現金、ロシアが設置した行政当局や金融機関を東岸に移動させ、兵士たちは美術品や市民からの強奪した金品や衣類などを、やはり強奪した乗用車に積み込んでドニプロ川東岸に移動させる一方で、ロシア軍は同市に新たな部隊を投入しているというんだ。ブダノフ氏はロシア側のこうした行動について、ウクライナ軍がヘルソン市からドニプロ川の上流約 60km に位置する、ノバカホフカのダムとその上に架かる橋を奪還すれば、それを渡ったウクライナ軍がヘルソン州東部に侵攻することになるため、回り込まれてヘルソン市包囲される恐れがあることからウクライナ軍を防ぐ盾として部隊を送り込んだのではないかとの見方を示したみたい。ウクライナ側はロシア軍が撤退する兆候があることとともに、ヘルソン市に新たに送り込まれた部隊によって防御を固めて徹底抗戦する可能性もあるとして、慎重に動静を見極めていると見られているな。ウクライナのレズニコフ国防相は26日、南部ヘルソン地域でのロシア軍に対する反攻は雨季による雨天と地域の特性により、北東部のハルキウ州での奪還よりも困難なことが示されたと述べているよ。国防省は記者会見においてルソンカタ地域面での反攻作戦は、ハリコフ地域よりも厳しいとして、ロシア軍は農業地帯であるヘルソン州では給水路などを塹壕として使用して立てこもり抵抗をしているとも語っているんだ。親ロシア派でありロシア政府から任命されたとして、ヘルソン州の知事代理を名乗るウラジーミル・サリド氏は26日に SNS を更新し、ドニプロ川の西岸から東岸に避難したヘルソン市民の人数が先週1週間で7万人以上に上るとし、このうち大部分は東岸周辺にロシア側が用意した住居で生活しているほか、一部はロシア国内へ移動していると投稿したね。これに対して、ウクライナのヤヌシェビッチヘルソン州知事は同じく SNS 上で、ロシア側が呼びかける住民避難について言及し、ロシアはヘルソン市民を退避させるとの名目で人質に取り、侵攻してくるウクライナ軍に対して人間の盾として使おうとしているとして批判したんだ。そんな卑劣なことをするつもりなら、ウクライナだけでなく、ウクライナを支持する各国が黙っていないよね。ヘルソン州をめぐる攻防においては、現地のウクライナ当局の人員の中にロシアに通じている裏切り者が存在していたために、侵略開始初期に早々とドニプロ川を溶かされヘルソン市を制圧されてしまっていたんだ。東側の西岸に展開したロシア軍は、一時ムイコラーユの東にまで迫り、ウクライナ最大の港湾都市オデーサの攻略を視野に入れようとしていたんだけど、ここでウクライナ軍の激しい抵抗に遭い、ムイコラーユ市の制圧どころかムイコラーユ州からも撤退せざるを得なくなってヘルソン州に押し戻されていたってわけ。このことによってムイコラーユはロシア軍による制圧の危機から脱したものの、南部戦線は膠着状態となって、ロシア軍は侵略を開始してからウクライナ国内において唯一占領した州都として唯一制圧したヘルソン市を確保するために、同市東にあるドニプロ川以西のヘルソン州内に、塹壕など掘ったり、農業水路の水を抜いて塹壕代わりにしたりするなどして防御陣地を構築しているとされていたんだ。侵略開始以前から、ロシア軍に対して兵力はもとより戦車や航空機など装備においても圧倒的に劣勢にあったウクライナ軍は、奪われた国土を奪還するためにはアメリカやヨーロッパの大西洋条約機構NATO加盟諸国からの軍事支援、特に新兵器の供与が必要であることを訴え、ゼレンスキー大統領が各国に切実に支援を要求し、特に地上部隊の火力支援のために必要である多連装ロケット砲や榴弾砲などの重火砲の供与を望んでいたぜ。そのような状況下において、6月末に開催された北大西洋条約機構NATO首脳会議に参加したアメリカのバイデン大統領は、ロシアの侵略を受けているウクライナに対し、
世界50カ国以上の国が協力して対戦車ミサイルシステムなど14万機以上を提供するほか、戦車600両以上、大口径榴弾砲約500門と60万発以上の砲弾を供与すると宣言した上で、さらにアメリカ軍の高機動ロケット砲システムハイマースや、イギリス軍が保有する M270 などの多連装ロケット砲システム MLRS の供与を約束し、80km 以上先の目標に対して GPS によって精密誘導攻撃を行うことが可能なロケット弾を大量に供与するほか、ハープーンなどの対艦ミサイルシステムやナサムズなどの防空ミサイルシステムの供与を世界に向けて宣言をしたよね。アメリカの後ろ盾を得られたことは、ウクライナにとって何より心強かっただろうね。これらも明日は7月下旬にはウクライナ兵への捜査訓練が終了し、南部ヘルソン州の戦線に配備されたとされ、ウクライナ軍は州都ヘルソンやソレイ西の地域に展開するロシア軍部隊への補給路となっている、ドニプロ川に架かる3本の橋の攻撃にハイマースを使用したよ。ウクライナ軍はハイマースから長射程の GPS 精密誘導ロケット弾を発射して、これらの橋に対してピンポイントで攻撃を加えて、ヘルソン市に直結するアントニフスキー橋は、数回にわたる攻撃で路面に数箇所のダイ穴が開けられ、また、アントニフスキー橋と並行して架けられている鉄道橋も通行不能となる被害を受けていたんだ。さらにはアントニフスキー橋から北東に約 60km 上流のノバカホフカ市にある水力発電所のダム上に設けられた橋もまた攻撃を受け、8月13日にハイマースによると見られる攻撃によって通行不能となったため、ヘルソン州のドニプロ川以西地域のロシア軍部隊への補給にはロシア軍が、橋家をつなぎ合わせたフェリーで渡過しなければならなくなるなど、大量の物資の補給が困難となり、弾薬や燃料はもとより食料など兵士の生活に必要な物資が不足したため、兵士の士気が大幅に低下したと見られていたぜ。インターネットや SNS などではこれら西側に伝わってくる戦況を踏まえ、ヘルソン市内にロシアが増援を送って死守するメリットは何もないとして、あくまでドニプロ川西岸に展開していた部隊を東岸に退避させるための援軍であろうとの見方が多いみたい。そして、現在のロシア軍にはウクライナの勢いを止められるほどの精鋭部隊が存在しているとは考えづらいとして、先日の部分的動員令によって動員された新兵の部隊が送り込まれているとして、満足な訓練や装備がないこれらの部隊に多大な犠牲が出るだろうと見られているんだ。いくら多勢に無勢と言っても、全くの素人を送ってもいたずらに犠牲が出るだけだよね。ロシアのプーチン大統領は、2月24日の侵略開始以降で唯一の戦果といえるヘルソン市をウクライナ軍に奪還されることで、ロシア国内の対ウクライナ強硬派有力者や国民の間で反プーチンの機運が高まることを恐れていて、軍上層部に対してヘルソン市の死守を言明している可能性があるんだ。そのために、橋の破損で戦車や火砲などの重装備を運び込めないヘルソン市に、銃を持たせただけの軽装備の動員兵を次々に送り込み、屍による防御壁を築いてウクライナ軍の進撃を止めるつもりなのではないかとの見方も出ているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。